はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレットバイオレットのねシングルランクマッチまたやってきます。まあ、構築はなんかいろいろ試しやってるみたいな感じなんだけど、まあ、鋼テラスのサザンがあれかな、テラス切るタイミングさえミスんなければなんかあのむちゃくちゃ強いって感じな、対策のしようのない強さって感じで、分かってても止められない感があるんだけど、この試合だとね、雪の方が多分僕受け駒で勝てないから、殴って勝つしかないかな。ドラパ投げてもいいっちゃいいんだけど、まあ、アマガとセットで投げて、オーロンゲとセグレイブに対して一回引けないとちょっときついね。あと、ソーブレイズと、マスカリ、まあ、アマガは絶対投げていいか。ドラパ、アマガ、サザンとかっていう選出で全然いいんだけど、初手だけどうするかちょっと問題だね。まあ、マガから入るのはないとして。まあ、割とサザンから入ってもいいんだけどな。サザンから入っとくか。どっちかっていうと、この攻め寄りの選出でいいと思うんだよね。で、雪の方はね、まあ、殴って倒すしかないけど、ドラパも放射あるし、サザンも、まあ、別に、アクアが入んないわけじゃないのと、ラスカで、処理すればいいから。マスカーニャから来る。なんかね、アーマーガーがめちゃくちゃ強いんだよな。トリックされるとだるい。まあ、引くしかないか、それでも。いや、逆に、これであれか、対面一回入れ替えてから、サザン展開できると思えば。型次第なんだけど。そのタイプ、それ5つ目入るの助かるな。ここトンボが一番安定かな。まあ、ちょっとソーブレイズだけ嫌なんだけど、まあ、どっちみちでも雨が居座ってもしょうがないからね、ソーブレイズだった場合は。雪の王がなんかさ、そのラウドボーンに勝てるからガチだみたいな、そういう話があるんですよね。5つ目持ってる。で、ここを誰で倒すか問題があるんだけど、マスカーニャに対しては多分アマガまだ投げれるでしょ。で、あられダメないからドラパ投げて放射打ってもいいんだよな。まあ、B が上がってるからドラゴンテラスじゃ多分倒せない。まあ、ドラパ投げとくか。一応マスカーニャ込みでこれは一貫してるけどね。放射打っていいと思うけどな。通る。さすがに落ちるでしょ、4倍は。オッケー。ドラパの放射がなんかあんまりケアされ、まあ、アマが倒せるわけじゃないからな。あれなんだけど。あー、はいはい。もう一人はバンギと。そしたら、アマガで詰めれるゲームだから、おそらく多分、サザンでテラス切れるのが一番強いかな。ここを頑張って削って。まあ、あと、バンギのテラスタイプ次第か。アクハー。それちょっとだるいけど。特殊技持ってんの、あれだな。マスカイには毛たくりあるから、こいつをサザンで多分頑張って倒すしかなくて。問題はあとバンギラスさんが何テラスしてくるかなんだよな。テラスは僕切った方がいいな。いやー、ラスカでいいと思うけどな。入ったね、こう分かんないんだよな、お互い。僕普通にメガネ流星とか、鋼テラス持ってないんだったらメガネ流星打つ話はあるから。まあそういう意味だと相手はあれか、鋼テラスが安定っちゃ安定なのか。ああ、通るならいいや。多分落ちると思うけどね、メガネだし。でもまあ、バンギでね、鋼テラスはね、多分弱いと思うんだよな。地面と格闘がどっちも一貫するから、何にも問題を解決しないと思うんだよね。単純に体勢がいいってだけで。バンギでテラスするんだったら、まあ、飛行とかになるんかな。
で、ケタグリが飛んでくるんだけど、スカフか。あ、違う違う、スカフじゃないわ。サザンが別にメガネだから普通で。さすがにね、ケタグリを持ってても、アーマーガーを、死に至らしめる術はないと思ってて。タイプ変わらんでしょ？プレスでいいな。で、ケタグリ入ってるって他の技コースどうなってんだ？いや、でもまあまあ、でもプレスでいいわ。普通に。あ、待って、なんかだるいテラスしてくる？待って、羽じゃなきゃまずかったかもしれん。そういえばだけど、君テラス切ってなかったよね、まだ。忘れとったな。言うてでも、天賀のプレスって、アタキ、ゴツメと砂で落ちるっしょ、プレスで。弾も入るからね、そうだよね。逆に変になんか食らい続けて、急所とか引くよりかは。あー、僕が急所引いたわ。まあ、オッケーオッケー。こういうちょっとね、ガバサがあるところがね、課題だね。オッケーオッケー。とりあえず、GG ってことでね。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合はまあ、天が銅を絶対投げたい気持ちなんだけど。あ、まあ、銅じゃなくてもいいはいいんだけど、サイクル的に破壊しきれるなら別に全然銅じゃなくてもいいんだよな。まあ、天が投げるのは確定。で、それだけどガブが多分怪しいから、まあ、ドラパとセットかな。ガブドラパで投げて、アット1が、まあ、どうか、サザンなんだけど。相手のドラパの型次第だけど、どうの方がいいかな。サザン、戦術に組み込んだ方が強い話はあるね。サザンから入った場合に、ガバ相手に照らす切ればほぼ勝てると思うんだけど、果たしてそこで切っていいか問題はあるけどね。どう投げると、サーフ号をどうするかで悩んでるんだけど、サーフ号さえなんとかなる。ただな、サザン通りいいはいいんだよな。ガブに対してアーマーが引いとけば、とりあえずなんとかなるっしょ。それでケアできてるんだけど、まあサザン投げとこが強いか。さすがにサザンから入りたいね、これは。戦術はさっきと同じなんだけど、まあ、ドラパルトがね、ドラパルトマジ強いと思うんだよな。なんかちょっと多分宇宙型のドラパルトが強いと思ってて、僕今はなんか、アローと、流星群を両立して、見ようみたいな感じの方なんだけど。ただ、普通にパワー不足は否めないんだよな。ガブから来る。これね、相手ね、引かざるを得ないと思うんですよ。スカーフ考えると。それか、まあ、鋼テラス切るかだけど。普通に引く。マリルリとかかな。引くとしたら。マリルリ、オッケー。で、まずいのは、マリルリが、あれしてくる場合なんだよな。太鼓マリルリが、めちゃくちゃまずくて。そういう意味じゃ僕、鉄壁押しときたいんだけどな。ここ。ケアする意味で。それか、太鼓に対して、いや、崩しがなんかあんまないよな。鉄壁押すか。あー、サフゴいる。ここがぶ出てくるってことは多分サフゴいなくて、これは甘がで勝ちだな。まあでもさ、多くのプレイヤーがさ、ゲームの全てを理解してゲームをプレイしてるわけではないからさ、結構その偶発的ななんか噛み合いで勝つ負けるみたいなのが結構あるよね。あー、ラスト天がなんだ。さすがにそれは僕の天がめちゃくちゃ重いね。5つ目持ってる。ここサザン引くか。プレス相手ここ打つ理由あんまなくて、打つ理由あんまなくてっていうか、うん、打ってもしょうがないと思うんだよな。挑発があれば、挑発なんだけど、挑発。ここ、まあ、メガネアッカーかましとくのが一番いいか。
マリルリが出てくると思うんだけど、マリルリをここで削っておけば、太鼓の脅威が減る。あ、OK、OK。急所助かる。マジ助かる。コアマが引きでいいね。で、おそらくなんだけどね、ガブはね、ステロマークやつも相手いないからドラパで取れるんだよな。てか、アーマーカーブの枠マジで、エアームと使いたい。バーが引いて、あー、引いてる。挑発持ってるってことは向こうのアーマーがちょっと早そうだけどな。さすがに鉄壁からだね。ホームテラスあるかな。剣舞。まあ多分、でもこれ、この、僕のこの受け回しに出してきてるから、多分炎テラスで、雨がしばくやつなんだけど、まあ、ガブはね、速くならないんで、剣舞だとドラパの餌食と。だから、マリルフィがいるのがちょっと問題で、炎テラス。だからこれ、お互い等倍だからね、さすがにその後、崩しきれないと思うけどな。いくらガブとはいえ結構効くな結構効いてて裏がでも僕テラスして跳ねするか。ちょっとこいつ止める方が多分きついよな。まあ、これで激凛と地面技が等倍になるんだけど、抜群技があるよりはいくらかましでしょうっていうことで。まあ電気が一貫するのがね、この水テラスはちょっと弱いよりだけど。で、これで相手引かなきゃいけないはずで、引かなくてここ取れるなら、まあ雨ががそもそも誰にも倒されないため、あ、いいダメージ入るね。次で落とせる。まあ跳ね連打でヒットポイント確保しますか。あー、はいはいはい、君やるねー、この剣舞は。急所考慮しないんだったら僕も鉄壁して跳ね連打していけば全然問題ないんだけど、それがうまくいかなかった場合だよな。マリルリがめちゃくちゃ重くなるよな。早々に多分倒しちゃうのがいいか。うん、急所はもう一旦早くやってくれればいいんだけどね。で、僕は雨がいじめ放題だから、僕視点はそれでいいんじゃないかな。マリルリが多分めちゃくちゃ過労死するでしょ。雨がいじめまくって。雨がから入って多分挑発するのが勝ち筋だと思うんだけど。跳ね押せるなら押したいな。雨がこの HP 残せば対面マリルリいけるかな。いや、じゃれがちょっときついかな。いや、ただサザンがプレスマーが耐えるから、これサザン投げていいな。最後多分ドラパでアマが倒せるから、そっちの方がいいか。挑発追っかけ。挑発に毎回投げれてんのめっちゃでかい。追っかけ。まあ、サザンドラのパワーとかで勝ってるけど。そんな感じね。ちょっとね、3万位とかにいたところから、1日かけて5000位ぐらいまで持ってきたんで、ね。まあ、とりあえず3桁目指してやっていこうと思います。GG、お疲れ様でした。